どうでしょう、聞こえてるのかな。こんにちは、深夜ですけども、見えてます。いつもとちょっとシステムが違う、ね。ちょっとなんとも、ガガって言った今、ガガって。どうでしょう、見えてます。俺の、ま、目の前の画面も動くのかな、動いたかな。どうだろう。よいしょ。みんな見えてる？あ、これ押すと見えるのか。あー、見えた見えた見えた。ということで、サイン会をもう勝手に始めろということなんですけども、ね。初めて来たんですよ、このスタジオ。レコーディングスタジオというよりは、あれ、どっかすげえ音が漏れてんな。どっかから音がめっちゃ漏れてんな。回ってくる。あ、あっちか。なんていうの？ナレーションを撮るスタジオみたいな。ガチの。ナレーションスタジオみたいなところですね。さあ、今ね、資料がね、みんなの名前の資料がね、俺の手元に届かなくて、これを今届いたら、バーって書いて、いこうかなと思って。そう。来ないな。みんなのコメント、あ、大丈夫です、大丈夫です。みんなのコメント見てようか、まだ。いつもとか、そう、今日は大気サウンドの、まあ、チャンネルを使ってやっていくんだけども、大気サウンドって聞いてみんなさ、なんか覚えてる人もいるのかなと思うんだけど、俺のもともとその最初の、デビューして間もなくの時に一回、愛っていうのでミニアルバムでデビューするんだけど、その時は、俺ポスカというのを使って、今ポスカって何も残ってるのかな、ポストに、家のポスト届くって言ってやった後に、その次のラビットマンから大気サウンド。ラビット、愛から。愛から？愛からも大気サウンド噛んでなる。るほど。うわ。あ、椎名啓二って入れてたわ、大気サウンド。そうだ、椎名啓二って入れてたわ、大気サウンド。伊藤さんじおゃない。お、あ、伊藤さんじゃない。ああ、そうそう。俺じゃない、俺じゃないっつってる。なので、ありましたね。だから大気サウンドとはそういう意味ではすごく長い実は付き合いでございまして。で、久々に、まあ、椎名ソロが動き出すということで、次のフィフスアルバムに向けて、大吉サウンドとやっていこうよってなったんですけども。あ、いつもお世話になってますって来て、千秋さん、大吉サウンドさん、いつもお世話になりますって。いや、千秋さんも世話になってないと思うけど。ね。そうそう、流通です。そうそうそう。まあ、今でも大吉サウンドは、アイドルグループをいろいろ抱えてやってますよ。すごいよね。すごい数のアイドルグループが、ツイッターで回ってきます。大吉サウンドをフォローしてると、めちゃめちゃアイドルグループがイベントやってます、イベントやってます、みたいなのがこうバーっと来るんだけど、まあ、俺は、結構みんな椎名啓二覚えてるよ。椎名啓二の恨みはすごいな。椎名啓二には受けたとか来てますからね。ねえ、そろそろ資料来る？そろそろ来る？今度ヒンクが。ねえ、大吉サウンドってこのユーザーなの？いつも。あれ、やっぱこういう会社だ、大吉サウンド。違うの？本当？いや、このユーザーが逆に俺は好きだけどね。全然好きだけど。だってさ、みんなもさ、サイン会が始まってないってことは、チャットのコメントで遊んでくれるなって思うでしょ？ね、これはこれで幸せなことだよね。椎名さんもアイドル。椎名さんもアイドル。いや、ない。44歳のアイドルはいない。いや、いるか。いるか、44歳のアイドル。いるな。嵐とかももう40だもんね。大野くんとか。で、スマップ、中居くんなんか48とかでしょ。まあ、アイドルではないのかも。少年隊。もうすぐ、錦織さんとか、植草さん抜けちゃうけど、東さんは50超えてんのか。そっか、アイドルか。TOKIO ね。城島さんくん？城島くんとは一回飲んだことありますよ。昔からサーフィス知ってるでって言われて、結構酔ってたんだけど、すごい、昔から知ってるでって言って、俺歌えるわ、歌えるわ。で、その店が飲み屋さんなんだけど、カラオケも
あ、個室なんだけど、カラオケもできる店で、西麻布だったかな、どっかの店で一緒に飲んでて。そしたら、それじゃあば一緒に歌うことになってね。城島くんと。まあ そうよ。あの城島くんと俺、一緒に歌ってんのよ、みんな。そう。まあ、俺ほら、命とね、もともとすごい仲良かったから、仲良かった。過去形にするとすごい失礼だな。仲いいから。ベタベタする二人じゃないからあれだけど、連絡先してても連絡しないけど、うん、公園で遊んでた、あ、命を、とばったり、一昨年ぐらいかな、最後会ったのが最後だったかな。あ、違うわ、アドマチックだ。アドマチックですよね。アドマチックの番組収録に、俺行きたいわけじゃない。アドマチックを見に行きたかったわけじゃないんだけども、ちょっとご挨拶に、テレ東に行った時にたまたまアドマチックの収録してて、命が司会になってたから、驚かしちゃうと思って。で、廊下で、お疲れ様ですって言ったら、俺のことスタッフみたいなのって、何も顔見ないで、普通に俺がお疲れ様ですって言ったら、俺の顔見ないで、お疲れ様ですって言うから、命って言って、えっって振り向いたら、なんでいるのって言われて。ありましたね。その後収録も見てましたけども。頑張ってますね、命も。剛君とかもね、昔よく遊んでたけど。ありましたね。天王寺、そうそうそう、天王寺。テレ東。あんなさ、ピンで頑張る活躍する男になるとはこっちは思ってないからさ、昔。ルートの時、ルート発売する前の時ね、すごい仲良かったけど、一番よく遊んでたかな。だから俺が入院して、喉ぶっ壊して、声が出しちゃダメで、入院してるとこの入院場所も、俺がパネルここに、私は声を出すことができません。筆談でお願いしますみたいな、本当にパネルを、ここにぶら下げんのよ。そのぶら下げてるパネルを見た、一人、命。もう一人誰だったっけな、いた、うん。あったあった。で、その病院に入院してたのが、他にもう一人が、ジャンヌ・ダルクのヤスね。あったと。ヤスとも、まあ、仲良くなって、ありましたけどね。でもどうなんだろう、元気してんのかな、大丈夫かな、ヤスは。ね、この裏話も聞けてしまう。はいはい。ほんで、本当にパネルなのよ。マジだよ。で、首からぶら下げるパネルだったら、首に優しいパネルにしてほしくない？もう何て言うかわかんない。ここのパネル、カッチカチのプラスチックなのよ。だイコール重たいわけ。で、それを止めてるここ、鎖なのよ。鎖のパネルをここから下げるわけよ。ほんと、忘れもしないわ。何させてんねんっていう。わかる？こういうアクセサリーのこのチェーンのもっと太いやつよ。本当に鎖ですよ。わかんねえかな？すごいよね。で、点滴をずっと、ステロイドの点滴をずっと打ちながら2週間、入院費、56万円だったかな？ なんか覚えてるわ。56万円とか、そんな値段だった気がするけど。入院して、毎日点滴して。と大変だった、あの時は。切るか。どうする？ねえ、ほんとどっか行っちゃったんだけど。これでやってきます？行きましょう。みんなね、あまりにも待たせると時間伸びちゃうもんね。まあ、みんな別にいいのか、伸びても。やめたくなったら途中で切ればいいんだもんね。俺だけだよね、辛いのは。伸びていくのは。ちょっと、実は、プリンターの調子がね、ちょっと良くなくて、まあ、みんなの名前、ここに一応一個ある。あ、これちっちゃい方がいいかな。いや、こっちにしよう。さあ、じゃあ始めていくね。じゃあ、ニックネームだけ、読んでって、こう配送先っていうのは俺のとこ入ってんだけど、俺に配送先見せる必要あったのかなって思うんだけど、配送先の名前、フルネームね、皆さんの本名とかあるんだけども、それ無視して。いきます。まずじゃあ、愛さん。行こうか。ゆっくりやっていこう。ゆっくりやっていこう。愛さん。おいしょ。愛さんへ。よいしょ。でも本当、ありがとうね。なんか、こんな感じで書いていこうかなって思いますけど。見えてる？見えたかな？これそっちに渡してっていいですか？あ、じゃあこっちに置いておきます。あ、飛んじゃって見えなくなっちゃった。逆に光で。あ、
すみません。光って見なかったね。ごめん、ごめん、ごめん。次の人でもう一回やるわ。もう一回やるわ。次がね、葵さん。葵さん。呼び捨て希望って書いてあるな。葵へ。こうしよう。あ、葵か。葵だろ？うん、早く強くなれよ。こんぐらいの距離だったら飛ばなくない？どう？見える？飛んじゃう。あー、やっぱ飛ぶな。飛ぶな。白すごい飛ぶな。なんかね、みんな、一つね、大吉サウンドの社長がね、その紙コピーしていいですかって言ってるから、一回コピーさせてあげて。うん。見えた見えた、よかったよかった、OK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 。で、今、そのみんなの資料、名前のストックのそのリストをコピーしたいんだって。ねえ、大吉サウンドってマジで緩くないか。楽しいな。いいよね、この緩さが。楽しくやろうよ。伊藤さんってはっきり言われるんだもん。大吉さんの社長って言ってるのにも伊藤さんって言われるんだ。すげえな、伊藤バレてんだ。そう、伊の東ってね、ちゃんと伊藤音声の方の伊藤って知ってんのがすごい。普通だったら富士って書きますよね。伊藤さん、え、業界の方かな。まあ名物社長ですよ。楽しんでたらいいよ、楽しんでたらいい。昨日ファンクラブでね、座談会っていうのもあったから、昨日座談会に参加した人もここにいるのかもしれないけど、60人ぐらいと話したんだけど、ズームで、そういう方もここにいらっしゃるのかなと思いますけども、そういう意味で俺は2日間連続でみんなとこう話せて幸せだなと思いますけどね。本当ね、こういうのね、あんま苦だと思わないタイプで、めんどくさいなと思うよ。めんどくさいなと思う、めんどくさいと思うけど、みんなが見てくれてるからめんどくさいけど楽しいっていう。楽しいんだよな。これ一人ぼっちでサインするの本当につまんないんだよ。誰も見てなくて、頼まれて会社に、すいません、500部サインしてくださいとか、あるのあるの。果てしないよ。誰もいなくて。で、書いたやつを何かしてくれることもなくて、どんどん積み上がっていく。結構地獄だよな。ほんとつまんない。それに比べてやっぱ今みたいに向こう側に見てくれてる人がいて、話しかけたらコメントが返ってきたりするっていうのは楽しいよね。座談会楽しかった。ああ、ありがとうございます。あ、来ましたね。ああ、全然です、全然です。いいです、いいです。全然、全然。はい。どっちでもいいですけど、こっちが原本？原本？これでいいのかな？ OK, OK。大丈夫ですか？じゃあ、続けていきますね。来ましたよ。はいよ。じゃあ次。あ、アスカドーンさん。もう、誰だかわかりますよ、ちゃんと。アスカちゃん。ドーンまでつくのね。その後にどうする？ルスからって入れる？ルスから入れなくていいのかな？アスカドーン。え、もう呼び捨てしちゃった。アスカドーン。よいしょ。もう見せても飛んじゃうから、こうやっていちいちこう確認させないけど、書いてますから、ちゃんと。アスカドーン。ね、書きましたよ。ありがとうございます。ルスカルいいよな。これも嬉しいね。窓か。あ、一応わかりやすくしてくれたんだ。アメリカの窓か。ね、昨日も座談会で話したけど、本当長い付き合いになったもんだよね。まさか、海外に永住するとは思ってなかったけども、今はコロナで帰ってきてて帰れなくなっちゃったんだよね、なんて話をね、昨日しましたけど、アメリカの、このノーがなんか否定のノーにも見えるね。うん、今は、窓か。昔から元気だよな、窓川。相変わらず元気でよかったよ。なんか、顔見るとこう、こっちが元気もらえるっていうか、嬉しいよね。そういう昔からの付き合いのファンが今でもいてくれるって、やっぱり
一緒に成長してるというか、一緒に老けていく。いい意味だよ。悪口じゃなくて。一緒に老けてられるっていうのは、幸せなことだなと思う。で、これ、ニックネームがない人は本名でいいですか？ね。じゃあ、次の方。荒井ひろみさんですね。ニックネームないから、荒井ひろみさんで。いきます。荒井ひろみさんで。こう、サービスじゃないからさ、その二人じゃないからさ、ペース配分が自分のペースでいけるからさ、話しやすいし、コメントも追いやすいし、楽だよね。二人でやってるとやっぱバランス取んなきゃいけないからさ。何今ネームでやってんの？俺がやってるゲームと同じゲームやってる子がいるんだけど、いっぱい。ネームの、何が湧いたの今。何フェリーラとか湧いてんの。次、アラカネさん。アラカネさん、マフルマンね。マフルマン分かった方もいいから言って、マフルマンね。アラカネさん、アラカネさんへ。アラカネさん、おいしょよっ。荒金さん、今日ね、そんなにすごい多い数じゃないので、このペースでやってても意外と早く終わりますよ。ねえ、井上くん。あれ、井上はこのまたいつもの井上なのか。書きずれっつってんだろ。お疲れ様です。わがまま王、魔王、宛名は本名で。宛名は本名で。あ、本名なんですね、今日はね。ああ。じゃあ、井上、ふんふんふんって入れとくね。名前一応読まないようにしとくわ。井上。井上。本当。そろそろでも、我が魔王って言われてもさ、もうさ、変わったじゃない。今はもう、次のセイバーに変わったから、俺のことを呼ぶときにもう、なんか違うので呼ばなきゃいけないね。魔王ではもうないかもしれないね。もうウォズではない感じかな。次、また本名でいいのかな。井上さんかな。まゆみさんということで。ありがたいよな。もうでも本当にこんな、もう持ってる人もまた買ってくれたりとかしてるわけよ。ありがたい話よ、本当に。ケロヨンさんが何が何だか分かんないっていう風になってますけど、ケロヨンさんもし気が向いたら V4 というゲームをやると分かりますよ。V4 というゲームをやると。多分そういうことでしょ。何言ってるか分かんないでしょ。だから、ゲームやると分かりますよ。はい。次。井村真由美さん。井村真由美さんへ。おいしょ。焦らず行こうね。おいしょ。楓が何言ってるかわからないとか言ってるけど、まあ楓はね、俺同じチームで V4 やってますから、もういつクビにしてやろうか、いつクビにしてやろうかと思ってね、一番ブラックリストですから楓が。で、アマガエルはもう俺の中でクビになってますから。ブラックリストとかもクビですから。ちょっと鼻声かな。鼻声というか、立ち上がってないっていうとわかる？みんな何言ってるかわかる？わかんねえか。声が立ち上がってない。ライブの時の歌う声になってないっていうか、今喉にそんな負担がかからない喋り方だったりするとこういう声。だから本当に喋っちゃうとこうやってできるんだけど、じゃなくて、喉に負担かかんない喋り方をしてますよ。すごい名前の人がいますね。これは、多分、お友達に送りたいんでしょう。ということで、これは読み上げていいのかな？おたおめって書いてあるから、誕生日おめでとうって。メリーちゃんって来てますね。メリコ。誕生日なの？もうすぐ。元気してる？なんか元気してるって言ったらあれだけど、メリーね、
結構、体調壊しがちだからね。おためメリーちゃん、ええだね。体調壊しがちだから気をつけないとな。この冬の時期とかも、メリー子大丈夫か？おたおめ、俺からもおめでとうございます。友達から来てますよ。そして、次。ともつき、ともつきさん。ありがとうございます。ともつきさん。でもこのバラードっていうアルバム、すごいなんか、みんな聞いてくれてよかったって言ってくれててさ。もう一枚ぐらい、多分過去の曲のその間引いていろんな楽器を弾いて、バラード2っていうのも作れると思うんだよね。まだもう一回ぐらい、バラードなのかな？選曲としてバラードはもうほぼほぼないか。でも同じようなこういう間引いて、作品を作るってことは、10周年中にもう一枚ぐらいやりたいけどね。お！小花。小花ちゃん。来ました。いつも世話になってます。ゲームでね、一緒のチームで、小花へ、呼び捨てしよう。一緒にやってるチームの一人なんだけど、誰よりもこう、責任感が強くて仕切れる。50人もチームにいるからね、俺のチームに。で、俺がすごいめんどくさがり屋ですぐ投げ出すんだけど、小花が最後まで、その投げ出さずに面倒見てくれてるから、うちのチーム回ってて。で、小花がいないと、うちのチーム多分崩壊してます。まあ、リーダーがやる気のなさが、めんどくさいってなっちゃうから。すいません、コアナ。これからもよろしくお願いします。みんなのために。俺はこれからもめんどくさがります。次。2枚ですね。1つはひらがな、1つはカタカナでお願いしますと。ゆりちゃん。いつもありがとう。ゆりちゃんもね、うちのチームの一員ですよ。ゆりちゃん。もともとそんなにゲームやるタイプの子じゃないんだろうなと思うんだけど、頑張ってるよね。なんか、俺とこう遊べることがすごく楽しいですと言ってくれて、この俺がよく今やってるゲームってさ、本当に、今までゲームやったことない人がいっぱいやってんのよ。で、これが結構みんなさ、上がってんだよね、レベルが。びっくりするよね。初心者ができるようなゲームじゃないんだけどなと思うけど。次のこれ名前切れてるな。でもわかるな。わかる。ちょっと待ってね。名前切れてるけど、これ、いつきちゃんだわ。俺みたいに記憶力良くなかった人にこの資料渡しても無理だよ。世界で一番椎名さんが大好きな、いつ？で終わってんのよ。絶対木なのよ。いつきちゃんなの、これは。ね？いつきちゃんですよね？大丈夫。わかってるから。待って待って。世界で一番、椎名さんが大好きなって、この文章いる？いつきちゃん。いる？入れとく？一応。いつきちゃんも見てるかもしれないよね。入れとこうか、一応ね。漢字の勉強にもなるしね。世界。書き順とかね、漢字とか、いろいろとめんどくさいよ。大人になって、いっぱい間違った書き順だったことに気づいた。俺、椎名義晴の C っていう字の書き順が違うのよ。自分の名前の書き順が違うんだよ。びっくりするよね。一番、世界で一番、椎名、さんが、大好きな、長い、大好きな、いつきへ。ハートマークしよう。よっ。ほんとさ、本当にちっちゃい、めちゃめちゃちっちゃい時からいつきちゃんが、椎名さん大好きって言ってくれてね、来てくれて、で、もちろんその、両親、パパもママも、すごくいい二人でね、旅行会とか沖縄とかにも一緒に行ってるわけ。でね、いつも思うの。来年はいないんじゃないかって。両親は、もう、好きでいてくれても、
いつきちゃんが来年こそもういない、来年こそ、ま、もういないんじゃないかっていうことをずっと繰り返して5年ぐらいかな、まだいてくれるんだけど、でもいつか必ず他のに魅力を感じるようになるからいなくなっちゃうんだなと思うと寂しくなるなと思って、あんなに来てくれたいつきちゃんがとか、あ、いつきちゃん以外にもね、ちっちゃい子供たちがいっぱい来てくれてるんだけど、いなくなるんだなと思うと、何、最近何ハマってんのって言ったら、なんか、何々って言って今のときめくような、ね、なんかアイドルグループとか言われたりするとショック受けるよね。あ、やっぱそうだよね、そうなるよねって言って、そっち行くよね、みたいな。その日が来るんだろう。今のうちに免疫つけてんの、俺。覚悟決めてんの。そういう日が来ると思ってんの。いつきちゃんも。同じ学校の何々くんが好きになって、椎名さんよりも好きになったとか、そうなるの。わかるの。全然いいの。大丈夫。大丈夫、いつきちゃん。いつかそういう日が来るまで、好きでいて。じゃあ次。まめちゃん。お父さんみたい、切ないっていうふうに鬼俊樹さん言ってますけど、俺ね、ちょっとその感じあると思う。いつきちゃんのお父さんの気分ちょっとあると思う。あるかもしれない。まめちゃん、次。まめちゃん。え、だからさ、いろんなファンの方たちの中ではさ、もともとはもちろんそのご結婚されてなかったとこからファンでいてくれて、結婚してなかなかライブに来れなくなっちゃったんですとか、で、で会うじゃん、それ会った時にさ、少しずつこの、変わってく環境。付き合ってなかった。ファンだった。付き合った。カップルで来た。今度結婚することになりました。お腹が大きくなってる。子供を連れてくる。っていう、には十分すぎる歴史が22年っていうのはあるのよ。うん。あと3分で販売終了？おいおい、ちょっと待て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 、販売終了。ちょっと待て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 。こら。おい。増やそうぜ。もうリピートしよう。だってこれ最後ですよね、サイン会。本当に。もうバラードのサイン会最後ですよね。あ、増やそう。俺3分間サインしね。待つ。追加しよう。うん。もっと買おう。うん。あと3分待つ。買おう。ほら、ツイッターで拡散してこい。こら。ほら、ここにいる今見てるのが86人見てくれてる。その86人が買ってくれてるのは分かる。そうじゃなくて、この86人がツイッターでつぶやいてくる。あとさ、俺もつぶやくわ。俺もつぶやくから。俺も今つぶやく。あと2分っつって。あと2分買えますっつって。ね。昨日の写真もう一回貼り付けておくわ。あと半分、3分で3倍終了です。ありがとうございます。コメント来てます。スタッフからも。つぶやいたわよ。みんな見て見て見て。さっき昨日の写真で、つぶやいたからもう一回。さすがにバッと写真撮ってバッとね、貼るのは難しいだろう。昨日の。ね。つぶやきましたよ。繋がってる感じする？で、2分過ぎたらもうそっからはもう、もう、うわーって書いて、バイバイって書いてからもう。終わりますよ。じゃあ、まめちゃんまで書きましたっけね。ね、まめちゃんまで。あー、なるほど。了解です。ごめんなさい。今回のルールが、漢字とかでサインをしちゃいけないというルールがあるらしいので、次の方、かなさん。本当は漢字で書いてほしかったみたいですけども、カタカナで呼び捨てで書きます。で、もちろん誰だか分かってますから、元気してます？ね。元気してるといいなと思いますけども。うん。かなえ。なんかね、かなへってなっちゃった。かなへって感じになっちゃった。かなえ。ね。また元気なおうね。かなも。よいしょ。次は、はい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 。はいはい。販売がそろそろ終了かな？なったかな？なりましたね。ありがとうございます。アルバム。終了で、サイン会の販売は終了しました。ありがとうございます。本当に。次の方。
クリムゾンキス。いつもありがとね。カタカナで書くとなんか違うね。クリムゾンキスって。クリムゾンキス。で、もともとなんでクリムゾンキスにしたの？もともと。なんか、ビジュアル系バンドが、まだゴテゴテのね、本当にゴテゴテのビジュアル系バンドが、それでは聞いてください。クリムゾンキスみたいな感じの言いそうな名前なんだけど。こういう名前をつけるときってどういうみんなハンドルネームとかつけるとき何を考えてつけるのかなと思うけど。かっこいい名前だよね、クリムゾンキス。忘れないもんね。次。キャさん。昨日もありがとう。キャさんね。一応キャさんの、本名が俺の元には届いてるんだけど、キャさんの本名は、キャってなるとこないね。例えば沖縄の人でさ、キャンさんっているのよ。ラジオでよく世話になってたんだけども、キャンさん。で、私のあだ名はキャだったらわかるの。キャさんの本名に、キャッみたいなのないんだね。そうなんだね。こういうのを決めるときに、私キャにしようって思う、そのセンスたるや。どういう流れだから来るんだろう。で、俺が例えばその椎名義晴だけど、ニックネームが、例えば、今これ見てふと思ったからさ、例えば、ふたっていう名前。本名シーネしてる。で、ニックネーム、蓋、みたいなことでしょ？みんなのコメント見てみようか。どういうとこからつけるんだろう。そのハンドルネームってね。え、間に合わなかったの？変えなかったの？あ、数秒間に合わなかった。ああ、そういうね、最後にね。ああ、そうか、そうか。でもその気持ち、フィフスアルバムに回して。また大輝と組んでやるから。フィフスの時に絶対やるから。でもその時にはもしかしたら直接サイン会ができる時になってる可能性もあるんだよね。そりゃそれでしたいよね。で、次の方の名前をごめんなさい。なるほど。今更、今更、好きだと、ちゃ、だ、め、か、な、なな、ちゃん。え、長いよ。長い。今更好きだと伝えちゃダメかな？奈々ちゃん。ね。奈々ちゃんも同じ、ゲームのチームでいますから、後でチャットで文句言ってきます。長いよっつって言ってきますけども。そして、次が、木蓮さん。ああ、昨日ありがとうね、木蓮さん。ひらがなね、漢字が使えないので、ひらがなで来てますけど、木蓮。木蓮さん。木蓮っていうと、スターダストレビューの曲でなんかなかったっけ？ありましたよね。ならら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 らですね。ならららららららにも、みたいな。木蓮さん、ありがとうございます。昨日もありがとうね、本当。そして次、りょう。ああ、りょう、いつもありがとう。ああ、この書き方は覚えてますよ。大文字の R、小文字の Y、そして小文字の O からの、もう一回大文字の W、これね。りょうへ。もう、呼び捨てしていきます。いらないでしょ、3なんて。りょうへ。ありがとう。いつもありがとうね。よいしょ。ちょっとペース上げていきますよ。次。お、クローバーさん。ちょっと乾燥してんのかな？やっぱちょっと来ますね、喉にね。さっきからスタッフもちょっと乾燥してて、むせたりするんですけど。乾燥してるの、やっぱり。
クローバーさん、昨日はありがとうございます。見ましたよ。娘2人が帰ってきて、お寿司の差し入れをお母さんにしてくれる。そんな娘に育ててみたいよ。いい娘だと思います。娘さんだと思う。本当。クローバーさん、いつもありがとうございます。ちょっとね、なかなか、クローバーさんへっていうのもなんかちょっとあれ、クローバーへにしとくわ。いいかな。今見てないかな、クローバー。クローバーへにしとく。よろしくお願いします。OK。また一緒に娘も連れて遊びに来たよ。ね。そして、お、見てます。あ、え、大丈夫ですか、まだ。柏のカオリン。あ、柏が漢字だから。そうか、柏漢字か。じゃあ、カタカナにしとくね、カオリン。今日、漢字ダメだっていうね、ルールがあるから。じゃあ、柏の。もうカオリンとも長い付き合いだね、俺も。柏のカオリン。人間。今仕事中で見てないかもしんないな。多分、運転してたよね。気をつけてね、安全運転で仕事頑張ってほしいなと思いますよ。え？感想ダメだよ。そうですね。BGM、そう、少し流れてる。けれど、諦めつかない。めめしい気持ちが聞こえないぐらいかな。本当のことだから、そうそうそう、正解。さっきからずっとバラード、俺のアルバムが流れてる。そして僕たま続編、僕の地球を何も聞こえないとしてもいいんだ。聞こえないようにしてるんだよ、これ。本当に。ほら、もうスタッフがほら、もう、乾燥して咳込むからドア向こうに、遠くまで行っちゃったもん。次。ほう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 。おー。はいはい、コメント読みました。ということで、ともこさん。いつも世話になってます。もう長い付き合いですよ。トモコへにしときますね。誰だか本名なんで今日はね、言わないですけども、よく知ってます。ただ本名を俺はぶっちゃけ初めて知ったかもしれない。ちゃんと今。うん。本名でした。トモコさんありがとう。そしてこれ次って、これどういうふうなことなんですか？椎名義晴はなくていい。なくていい。次がゆうゆうさん。なんで今確認したかというと、椎名義晴悠悠なのよ。椎名義晴、ダブルコロンみたいな、ちょんちょん、悠悠ってなってる。でもこっちは漢字なので、漢字は使っちゃダメなの。ってなると、この椎名義晴も使わなきゃいけないと思ったら、椎名義晴をカタカナで書いて、ちょんちょん、悠悠にしなきゃいけないんだけど、一応聞いとこうか。一応いるなら聞いてみよう。椎名義晴入れてほしいか。あ、なってたんだ。なるほど。じゃあこれは別に意図的じゃないですね。あ、じゃあゆうゆうさんでいいですね。了解です。今スタッフから来ました。大丈夫です。ゆうゆうさんです。ひらがなでゆうゆうさん。え？いい、大丈夫、大丈夫。そうしちゃって大丈夫。大丈夫なの。しなよしゃるって入っててもいいの、全然。じゃあ、ゆうゆうさん、これでお願いします。で、次が、椎名義晴、さなちゃん。二人続いてます。椎名義晴。じゃあ、さなちゃんはさなちゃんだけでね。さな、ちゃんへ。よいしょ。うん。備考欄にそう書いてあったから、てんてんてん。そうなんだね。大丈夫、大丈夫。こっち、確認取れてるから大丈夫だよ。気にしないでね。落ち込まないように。ちゃんと、ゆうゆうはゆうゆうだからね。さなちゃんはさなちゃん。で、アリスさん。アリスさんもさ、最近会えてないね。しかも俺、顔も
アリスの顔最近拝見してない気がするな。どっかでね、また顔を見せてもらえると嬉しいな。すごくいい子なの。とにかくその歌を聴いて感動しましたって言ってくれるその印象がすごい強くて、いや、すごい歌良かったですっていつも言ってくれますね。ありがたいよね。そうやって言われることって本当に元気出るんですよ、こっち。勇気づけられるというか、プロだから、上手くて当たり前と思われるだろうけども、で、プロでも、上手いですねって言われて嫌な気持ちになるやつっていないの。プロだから当たり前だろって返すプロはいないと思うのよ。いやー、やっぱ上手いですねとか言われると、嬉しいもんですよ。次、みおさん。みおさんへ。絶対みおさんのことも俺見たらわかるんだろうな。ありがとうございます、みおさん。ありがとう。そして、ゆかこへって書いてあるけど、まさかゆかこへへってないよね、俺書くとき。ゆかこへって呼び捨てしてほしいってことだよね。ゆかこさんへって書かないでほしいってことだよね、多分。合ってると思うんだよな。いれば、ゆかこへさんじゃないよね。ゆかこへでいいんだよね、これ。俺の山間でいきます。ゆ、か、こ、へ。今、ストレートが流れてる。聞こえてる？はい、ゆか、こ、へ。大きくなっちゃうから、マイクピリピリいっちゃうから。もう遠くの方で歌ったけど、今。今、そこが流れてました。ということで、次が、ターちゃん。ターちゃん。いつもありがとう、ターちゃん。ターちゃん。いきなり、ごめんごめん。あ、びっくりした。あ、ごめんごめん。画面からパッと消えたと思ったらね。ごめんごめん。ものすごいうるさいから。あ、やっぱりここでも大きかったの？あ、離れても大きい？ごめんね。ごめんね。マミプリンリンさんなんか今の俺の歌ったの聞いて吐くかとって言いますかね。俺がこうなってたから、おいって。吐くかと思ったと。ここで愛は渦巻いてるのに、なのに。薄汚れてくだけだろう。引きちぎって。コメントダイバー大丈夫かな？ね。びっくりしたよね。ごめんごめんごめん。千秋さん、耳栓？耳服？あ、ごめん。耳栓じゃなかった。耳服だった。本名でいいですか？千恵幸。本名で。俺ね、この時間、昼の今、2時45分だけど、とか、ほんと全然声立ち上がってないから、本当に声出ないのよ。体のストレッチも含めなんだけど、この時間ダメなんだよね。だからレコーディングの時も、スタジオにボーカル撮りするときに、お昼前にレコーディングは絶対しないのよ。絶対にしなくて。早くても3時入り、ボーカル撮り。3時入りして、4時ぐらいから歌い出すみたいな。これ正解なんですか？ああ、どうなんだろう。これ飛ばしておきますね。次の宛名公開なしっていうのは、これ読み上げないけどサインはしてほしい。フルネームで。宛名は読まないでほしい。なんかね、いろいろとちょっと、ごめんね。いろいろあるのよ。次の方。この方は、サインは本名で欲しいんだけど、その名前を読まないで欲しいって。有名人ってことです。だからそういう意味では。まあ、ぶっちゃけ言っちゃいますけども、氷室京介です。氷室京介です。氷室京介。ね。
入れときましたんで、ちゃんと。え、本当は読まないつもりだったんですけど、すみません、氷室京介さん。読んじゃいました。よいしょ。ライブハウス武道館にようこそ。よいしょ。ね。書きましたと。で、その次の方も本名でいいのかな。佐藤由美さん。佐藤由美さん。ごめん、なんかさっきから俺さ、ブレスレット当たるからさ、テーブルがコツ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 いってるから、これ取り外すね。今だったらオークション出しましょうか。これ俺のグッズの。もう今、販売中止したかな。もう終わったと思うんですけど。行きましょうか、これ。外します。佐藤由美さん。よいしょ。よいしょ。はい、佐藤由美さんです。そして、こっちが、イングで使ってた、イングで使ったやつなんですけど、トパーズかなんかが入ってて、これが多分5万ぐらいだったかな。で、後ろに椎名義治ってフルネームで入ってます。で、このブランドの名前が、立つ、竜、難しい方の竜、竜に頭って書いて、竜ズっていうブランドです、これ、竜ズっていう。その竜ズっていうブランドの、このブレスレット、俺の義治氏なんて名前も彫ってあるので、これプレゼントしたらめちゃめちゃ喜ばれそうな。で、こっちは最近のグッズだったやつだね。S 字型に曲がってて。こうやって見ると、見えてるのかな ?S に、ちゃんと。こうやってやると S、C なの S に見えるっていう。ね。見えますよね。福袋には入れないけどね。あ、アマガエル。じゃあ8万円で。落札っつって。次。シシドヒロコさん。ありがとうございます。ほら、マジック蓋開けっぱなしでさ、今喋ってたらさ、もう乾いちゃっても。すごくない?この感想。で、次が、ジュンさんの3は入れないでほしい。ジュンへ。入れましたよ。あれ?これ、リュースだよね、俺の。あれ?ブランド、ちょっと待って。ちょっと待ってね、ジュン。うん、リューズ。俺のはリューズ。そう、リューズって、あってるあってる。ね、ブランドね、お世話になった会社の名前間違えるの。私かなってなってるから、継承略希望順って書いてあるから、それ書いた記憶があれば、正解です。順。順へって書いておいてよ。で、俺のはリューズね、さっきのは。うん。じゃあ、順、正解、正解。書きました、今。これ面白いわ。これ嬉しいだろうな。うんうん。時計のリューズね。ああ、違う違う。ああ、そういうことじゃなくて。ああ、そういうことだ。時計ね。なんだっけ、どこのことになっけ、リューズ。なんか時計があるよね。パーツのことでしょ。次。カズ。いつもゲームでもお会いしてますけど、まあ、頑張り屋さんですよ。なんですけど、今日、2枚、カズが、買ってくれてるんですけど、カズの、これ恥ずかしいんだけど、一応言った方がいいの。愛してるぜ、カズ。愛してるぜ。カズ。え、呼び捨てだよな、これな。ここで、愛してるぜ、カズさん言えっておかしいよね。愛してるぜ、カズへ。って言ったらね。まだね。よいしょ。愛してるぜ、カズへ。一つこれ。で、もう一つ。椎名さん、ラブ、カズ。ごめん、椎名さんの椎名だけは漢字にしていい?これ。俺させて、これ。申し訳ない。さすがに、ひらがなの椎名は気持ち悪い。椎名さん、ラブ、カーズ。え?バカっぽい、俺バカっぽくない?こいつ何なんてなんない?大丈夫?俺書けって言われたから書いてるだけだからね。カズ、ありがとう。さてと。
次。呼び捨てしないと怒られそうなんで、心中。心中へにするね。心中さんへとかね、気持ち悪いか。心中。心中へ。もう心中からさ、俺、今でも忘れてないけどさ、肉祭りって言ってさ、宮城県で行われてた、宮城県大崎の方で、確か行われてたイベントに俺が出てた時に、心中が来てくれてて、で、そこでなんかの大会かなんかがあって、ビンゴ大会知らんけど、抽選会かなんかあってさ、ワンダーコアって、腹筋が鍛えられるワンダーコアのミニの方、椅子がなくて、地べたに置いて、こうやるやつ。ワンダーコアを、心中が当たっちゃって、シュラさん、シュラさんっつって、これいりますって言われて。なんて言ったと思う、その時俺。こんな大きいワンダーコアを、僕ちょっとあれなんだよ、つって。シュラさん、いりますって言われて。いりますのすっていう言葉を聞く前に、いるっつったからね。もう、シュラさん、シュラさん、いる、いるっつって。アーティストらしからぬ。いやいやいや、お前がせっかくお前抽選で当たったんだから持って帰んなよっていうのが多分アーティストなんですよ。違う違う違う。いる。未だに家にあるんですけども、もう1年ぐらい使ってません。はい。ワンダーコア、ありがとうございました、心中。さあ、次。ああ、もう、いますよ、よく。昨日も、海に行ってて、まだ真っ裸なのか、だったのか、まあ、ノーブラだったと思うんですけども、今着替えてる途中ですって言いながら、俺の昨日、ズームでつなぐ座談会ファンクラブの参加してくれました、みやこ。ありがとうございます。画面真っ暗の向こうは。で、俺が喋って、みやこ元気してる？ああ、元気してます。今着替えてます。みたいな。どんな参加の仕方と思って。みやこはいつもなんか面白いタイミングだなと。俺と座談会つなぐ時間、この時間だって分かってんのに、その時間にわざと着替えてんだよ。その前に決まったの。その時は、オンラインで、ズームで、またなんかつないでサイン会がなんかやってる時に、みやこ元気してるって言ったら、あ、今私、松茸狩り来てますみたいな。だから分かってんのに、そういうことするのよ。みやこは。まあ、海女でね。毎年一年中か、海に行って、ボードはやってますよね、宮古は。同じ名前でいいですか？宮古のままで。いいですよね。多分ね。2って書いてますね。宮古2枚買ったんか。ちょっとじゃあ、1枚味付けしといていい？宮古。後で家たどり着いて、着いた時に見て。味付けしとくわ。みーやー。なんか嬉しいよな、本当に。本当嬉しい。マジで。どうしようかな？どう味付けしようかな？ここら辺に入れとこう。ちょっと。入れときました。2枚だよって分かるようにしといて。よいしょ。次。お！ミルキーさんですね。昨日は昨日で、座談会で話しましたけども、まあ、ぶっちゃけミルキーさんの場所をあんまりね、特定するのは良くないんでしょうけども、はっきりと言っちゃえば、まあ、北海道の方の、まあ、札幌の方の、ここでね、で、介護とかの仕事をしててって言ってましたけども、まあクラスターというかちょっと人が増えてね、コロナが増えてるから気をつけてねなんて話しましたけども、このサインが届くことによって少しでも元気になるならば、ね、いいなと思います。ミルキー今日は多分2枚なのかな？もしかしたら。あ、違うか。ミルキーは1枚なのかな？ちょっとわかんないわ。ミルキーごめん。わかんないからとりあえず書く。これ難しいね。こういうのって。
ミルキーへ。なんだろう、ごめん。本当はいけないんだけど、メッセージ書いていい？こんな特別、こんなこと本当はしちゃいけないんだろうけど、なんか、メッセージ入れといた。頑張ってほしいなと思って。一言だけ入れときました。ミルキーね。また会おうね。で、次。鈴木ひとみさんということで。すーずーきひとみさんへ。よいしょ。はいね。はいね、見たよ。はいね、紫駅出たの？ワッチ前。これ皆さんごめんなさい、これゲームの話です。この紫の駅が結構大事なゲームなんですよ。はいねさん、パリン行こうか。パリンと行こう。パリンと行こう。出しやがったな。って。いや、パリンって行こうって俺が言わなくても結局パリンって行きますよ。パリンって行っちゃうから。俺のせいじゃないからね。今からすぐやって。今からすぐ作ってみて。今、この俺がサイン会してる間にやってみて。よいしょ。須田、さとしさん。須田、さとしへ。あ、さん抜いちゃった。まあ、いいか。男だし。須田さとしへ。いい名前だな、須田さとし。さあ。心中いた！心中！いたね。これコメント遡れるのかな？心中もしかして書いてくれてた？さっき。ああね。あ、書いてるね。ああ、そう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 。心中。そう。ワンダコいただきましたから。でも変なところの、その、すごいよね、俺もね。自分でちょっとこう、記憶力が気持ち悪いことになってるよね。え、待って。アマガエル。アマガエル。何？お前何？本名褒められたって。まあ、さっきのどれかだったことか。褒めてねえよ。褒めてねえかんな。褒めてない。ああ、力たりな名前ですね。よくある名前ですね。しか言ってない、俺。言ってない。さあ、次。瀬谷三恵さん。瀬谷三恵さん。え？よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。そして、千尋。おっと、逆に、送りの名がないんじゃない？この方。届きますか？ちゃん、大丈夫ですか？千尋さん。大丈夫ですか？千尋さん。ちひろ。え？さんつけないでくれって。うちの妹かな？もしかしたら。うちの妹かな？うちの妹の娘が、まあ、うちの妹の若い頃そっくりなのよ。ビビるレベルで。もう区別がつかないレベル。こんなにいるんだと思って。クリスタは。ということで次、ピースケさん。ピースケさんへ。妹美人じゃないよ。俺妹のこと美人だなと思ったことないよ。逆に美人だなと妹のこと思うのはどうなんだ？どう？一緒に暮らしたことないから客観視はできんのよ。血半分繋がってる妹で、で、一緒に暮らしたことがないのよ。で、ずっといとこの、だから、娘さんみたいな、親戚の娘さんみたいな、付き合い方を子供の頃してて。まさかそれが自分の妹だっていうことに、まあ、カミングアウトされるわけだけど、見る目が変わったよね、だから。ああ、道理でちょっと顔似てるわ、と思って。思ったけど、可愛くない。別に。あ、綺麗じゃ、あ、ブスじゃない。
それは写真見てると思うけど、みんな。ブスじゃないんだよ。ね、でもなんか、あったな。ああ、そうそう、ボアとちょっと似てるって、そう、ボアさんにね、似てますと。そう、ちょっと似てる時期あったわ。次。ハッピーバースデー、チコって、で、来てて、今日が誕生日なんだって。マジか。入れとくよ、ちゃんと。ハッピーバースデイ、チコ。チコもありがとうね、いつも。体調崩してなきゃいいなと思うけどね、チコも。ね。元気娘でいてほしいと思いますけども。ああ、コメントでチコさんおめでとうございますとか言えちゃうとこがね。ね。で何？ちょっとコメント今さかのぼってますけども。あ、いいや。カエルの話だ。コメント。どうでもいいや。カエルは。次。ユンユさん、いつもありがとう。ユンユさんへ。いつもありがとうね。よいしょ。もう、ツイッターで、いつも、なんか、元気が出るコメントくれるんだよね。嬉しいよね。ユンユさん、ありがとうね。で、次が、2枚。欲しいと。で、1枚は友達にあげたい。なるほど、これ読み上げて大丈夫なのかな。マミスさん、呼び捨てで、ハッピーバースデイマミだって、来てます。ということで、そのまま、ハッピーバース、ハッピーバースなの？今日なのかな？チコちゃんと一緒？今日じゃないのかな？近いのかな？ハッピーバースデイ。マミ。呼び捨てで。マミ。ドーン。ドドン。ジュキャン。ボーン。ジュッシュ。シッシュ。で、もう一枚が、ハッピーバースデー、リュウセン。みんなハッピーバースになっちゃったよ。ハッピー、バース、で、リュウセン。これも呼び捨て。リュウセン。で、しょ、ごめんなさい。ブシッ、ブシッ。ブシッ。ハッピーバースデー続きましたね。で、次。ちょっと待って。ちょっと待ってね。今、一つ、成功したってきてんな。成功したってきてんな。マジ？なるほど。成功したの。よかったね。次行こう。ゆみゆみ。ゆみゆみってかわいいな。ゆみゆみさん。ユミさん、ありがとうございます。おいしょ。ユミユミさん、ありがとうございますの次が、まるさん。まるさんへ。ありがとうございます。おいしょ。ありがとうございます。そして、次の方は、本名でいいのかな？な、か、にし、まりさん。ありがとうございます。中西さん、ありがとうね。よいしょ、ありがとうございます。で、次が、ゆうなと、ゆうこ。ゆうな、え。あれ、ゆうな、俺、わかる気がするな、ゆうなって。わかる気がします。そして、ゆうこ。こう、え。
ん。よいしょ。有効へと。ありがとうございます。ということでございまして、次。カーさん。いつもありがとうね。この文字はよく見ますね。カーリーという文字は。よいしょ。ありがとうございます。ハイネさん、おめありです。シナさん、冷たかったけど、全然そんなのおめでございます。次、カーリーさん、次がですね、成田かおりさん。成田かおりさんへ。よいしょ。はい。そして、サオリーヌ。元気してます？サオリーヌ。サオリーヌ。ね。犬。サオリーヌへにしとこう。ね。犬さん。ありがとうございます。いいんです。ありがとうね。結構強くなったんじゃないかな、サオリーヌも。ね。次、パーティー。パーティー。パーティー。さんへ。はい、パーティーさん、ありがとうございます。犬さんよ、そうそうそう、犬さんよ。犬さん。俺たちのチームの犬さんよ。人気してるかいっつって。パーティー。次、宛名の公開はなしっていうことなので、今から書くことも言わないようにします。一つだけ言えると、二文字の名前の方をね、書きましたよっていう、二文字書いたけど、その名前読み上げないよと、なってます。次、ハルチムさん、ハルチームさんへ。ハルチムさん、いつもありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。そして、ハコさん、ハコさんもいつもありがとう。ハコさんへ。ちょっとここね、書き終えないとして、バーッとペースアップして書いてますけども。別に時間急いでるわけじゃなくて。ね。だらだらしないっていう今ね。本名になっちゃうと思います。いいですかね。畑中さん。たかしさんかな。畑中たかしってなんかすごいよくない？畑中たかしって。なんか言いたくなる名前じゃない？畑中隆。みんなもちょっと言ってみなよ。畑中隆。結構気持ちいいよ。いいですね。なんか語呂がいいっていうの。なんかこう、言いたくなるというか。そしてもう一方、本名の方が、原村陽子さん。原村陽子さんへ。よいしょ。はい、書きました。で、白紙なんですけど、飛ばしてください。飛ばしていいんだ。じゃあ、ここは飛ばします。次。かなさん。ローマ字ですね。かなさんへ。はい。書きましたよ。俺の声で眠くなってきた？俺、そんなアルファーファ出てる？よく言われるんだよね。アルファーファが出て眠くなるっつって。俺の声は、なんかその喋ってる声が、低音の部分が、なんかそうなるっていうか。なずなさん。そう、低く、
なっちゃうんだよね。なんて言えばいいんだろう。気合を入れるっていうか、こう、みんなの前にこう、ああ、どうも、おしやですとかやってない時の、素の感じになるとどん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 低くなっちゃうんだよね。低い声になっちゃうっていう。なので結構こう、ぐっと上げて喋ってますけどね。ナズナはナズナ呼び捨て。ナズナへ。ナズナいつもありがとうございます。また直接会えるの楽しみにしてるぜ。ナズナ。そして、よしとも来た。よしともですね。来ました。ツイッターでわざわざ、俺が、お前は、今好きな、うまくいかないって言ったら、シナさん、昨日2時間電話でそのこと話しました。いらないよ、その情報。いらないよ、よしとも。2時間そのこと話してんの、俺、知らないし。だからなんだって話。ただ、2時間話せる関係って、チャンスあるぜ。マジで。だって、義朝と俺2時間話したくないもん。だろ？だから、すごいと思うよ。その子、脈あるんじゃないかな。全くないわけじゃないと思2時間さ、でもごめん、義朝さ、お前の話でこんなに膨らませるのもあれかと思うけどさ、その2時間さ、何の話題が、共通の話題があって、いけるんだろう。例えば今だったら人気がある、例えば鬼滅の刃見た？みたいな話になって、そうそう見た見た見たっつって、その映画でこうだったよね、うんぬんだよねって、でもさ、あそこのシーンさ、とかってこういうやりとりをすることによって2時間いっちゃうもんなのか。俺、女の子と2時間電話で話せる自信ないな。飽きちゃうわ。その話題を変えて、話題を変えて、どんどん話題を変えてって、俺気遣いさんとこみんなわかるじゃん、あるじゃない。だから、あれが耐えらんないのよ。ノイズだけ、受話器越し、のノイズ。ってなった時のあの無音状態が耐えらんないんだけど、それが耐えられる人は長電話できると思う。俺無理なんだよ。だ野口圭っているでしょ？あいつが、テンポがものすごい悪いのね。で、電話で話してるときに、俺が言ったことに対してのアンサーを待つじゃん。なんとかだよねって言ったときの、アンサーを待つときの、野口がそのアンサー出すのが遅くて、ものすごい、さーって聞こえるの、ずっと。さーって。それが子供の頃にあってトラウマになってるんだと思う。なんか、この間が苦手になったのは俺、野口圭のせいだと思う。言っといて。お前は間が悪いっつって。ユミ。ユミへ。よいしょ。はい。これもうすぐ終わります？終わんなかった。ごめん。嘘ついた。春。さんなしでいいって。春って言われると自分呼ばれてるみたいになるわ。春へ。春へ、自分みたいだ。妹から春くんって言われますね。親からは春って言われますね。吉春の吉、どこ行った？っていうふうになりますけどね。春って言われますね。次、しず。しずちゃんじゃない？これ。もしかして。昨日も、ありがとう。多分しずちゃんじゃないかな。しずちゃんだよね。きっと、と思います。シーズ。ちゃんへ。ありがとう。違う可能性もあるからね。あんま強く言えないけど。シーズちゃん、ありがとね。おいしょ。さん付けは不要です。ということで、香りへ。さん付けされたくないとかってあんのかな？なんか。俺はなんか礼儀だから一応さんつけるけど、なくていいんだったらもう初めからなしにするよ。だってさんっていう二文字を書く、労力。100人書けば二文字書いたら200文字書いてるわけだから。ね。引いていいんだったら。みゆかん！昨日もありがとう、みゆかん。みゆかんさんへ。ありがとうございます。
ありがとうございますよ。そして、リュウサ。お、リュウサ。あれ？うちのチームにいない？リュウサいるよな？いるけど、なかなか、一緒にイベントのこととかに参加できなくて、寂しいみたいなことをいただいて気がするな。リュウサ。一応さんつけとくね。一応ね、本当はつけてない、つけなくてもいいんだけど、リュウサさんへ。よいしょ。ねえ、リュウさんいるよね。そして、吉崎久美子さん。吉崎久美子さんへ。意外とみんなのこと顔が分かってても名前が分かってないから、こうやってサインしてるときに、フルネーム、本名とかこう書くと、どの人なんだろうなってなる。で、私ですって言われると、わーってなったりするんだよね。あるよね、それは。あるある。で、こっから、あと、お、これですね。ありました。ハイネ、ハイネさん、ハイネさん、ハイネさん、来たよ。伝説おめでとう、一個作れて。何個目？さっきので、成功して。伝説の石、30個ぐらいいった？椎名30個持ってますけど。ハイネ。ハイネ呼び捨て。ハイネ。下にパリンって書いていい？書かない方がいい。ハイネ。パリンって書いて。12個目？おーってことは装備あと半分じゃん。あ、俺は30個持ってますよ。装備で全部で付けられるの多分今24個なんですよね。だから24個全部付けられるところに、1つタリスマンが紫じゃないから1個付けられなくて23個か。装備23個に伝説つけて、倉庫に6個あるから、29個か。うん。アマガエル6個くださいよ。じゃあこれ、さっきのこれが8万円に、ここに伝説の石を6個つけて、50万円塗ります。うん。ということで次。はいね。ジン。あ、もう手遅れです。まあでもいいでしょう。これは多分素性バレないと思うんで。ごめんね。なんか公開なしって書いてあったんだけど。もう言いませんので。きっと大丈夫。素性がわかるとは思わない。ローマ字書きしたんで。そして次。まあ、こいつ。久々に来たね。俺と一緒にやってるゲームが2つあるんだけど、モバイルレジェンドっていうゲームをね、一緒にやってますわ。サーシェス！サーシェス！サーシェス、さあ、来ましたね。ごめんね、もう全然 V4 ばっかりやってて、V4 がちょっとどうしてもこう、モバイルレジェンドをやってる時間がないぐらいにやんなきゃいけなくて。はいはい。あー、なるほどなるほど。了解しました。サーシス。またそのうち、行くと思うので。どうしようね。で、何？ 42 万。です。あーね。8万円でこのレセットしたのに、1個で42万ってぼったくりだと。ピコさんは水がないっつって言ってますね。V フォースをやること多くてね。ほんと、モバイルレジェンドができなくなっちゃった。そしてさっき一人、抜けてたんですけども、こっちなのか。みえさん。みえさん。確認取れました。みえさんへ。みえさん、ありがとうね。ごめんね。よいしょ。ということでございまして、ここから追加分。あと、こんだけ来てるのか、すごいな。ありがてえことに来てますよ。さっきよりも見やすくなった気がしますけどね。まずは、ハーピー丸さんかな？ハーピーさん。ハーピーさんって名前も見たことあるな。ハーピーさん、え？よいしょ。ありがとうございます。そして、サオリさん。ありがとうね。滑り込みでも何でも買ってくれて、沙織さん。え、ありがとうございます。嬉しいですよ。心の底から嬉しい。
やっぱ自分の CD がたくさんの方に手に取ってもらえるって、お金の利益の問題じゃなくて、本当に。いろんなね、そのたくさんの人に聞いてもらえたりするっていうのは嬉しいので。ロック！ありがとう、ロック。ロックも滑り込んだか。あざっす、ロック。ロックへ、ロックはロックだな。ね、いつもロックにはね、パンツ見せて、パンツ見せてってずっと言ってますけど、俺。ロックへ。ありがとうございます。そして、翼くん。キャプテンかな？翼くん。え。ハーピー、そして、ロック。そして、翼くん。翼くんへ。ありがとう。おう！そして、プラさん。いつもさ、まとめてくれてありがとう。あの画像俺保存してますから。保存して自分のイベントとか見て、ああ、これがそろそろ締め切りだな、つって。これ締め切りだからこれつぶやかなきゃなってやってますから。プラさんがいなかったら俺つぶやいてませんからね。今日のサイン会のことすらもう見てますからね。忘れてますから。本当に。締め切りがいつだとか。だから昨日なんかは終わって、夜中ってほどでもないけど、画像付きでね、こう、持って買って、明日サイン会ですよとかやってますけど、ああいうふうに告知できるのもプラさんのおかげです。すいません。なかなかさ、全部オフィシャルに書いてあるのよ。書いてあるけど、本人がサファリ開いて、シーネオシャルって検索して、オフィシャル飛んで、ニュース飛んで、過去のニュースとかこれやる？やらんでしょ？ごめんなさい、そういうことです。やらんのよ、本当に。シーナーシャルで検索して俺物事やったことめったないわ。そして呼び捨て希望で、初夏、その先の未来へ GO！ いいっすね、いいっすね、初夏。あ、なんか CD が飛んでる。CD が飛んでる。あ、つってた今、俺が。あ、データが飛ぶの？そんなことあるの？ MP3 みたいなのが飛んだの？ 今、あっつった。途切れた、あっつって。その先の未来へ GO。本当だよな。その先の未来へ GO だよ。そうしよう。いい。頑張っていこうね。I see, I see, 途切れた。ナナちゃん。サインに息を吹きかけてください。新しいの来たな。ナナ。後でちょっと反省会ね。チャットで反省会ね、後で。ナナちゃん。吹きかけたから。吹きかけたからもう。謎に吹きかけておきましたけど。これでもう絶対奈々ちゃん今後の全部武器とか教科書取ると全部パリンだよ。全部パリン。次。杉山祐介さん。いや、たくさん書いたね、今日サイン。ありがてえわ。杉山祐介さんへ。マネージャーと一杯のかけそばじゃなくて済みそうだわ、年末。二人でそば分けられそうだわ。ありがとうございます、本当に。いっぱい買ってくれるとね、おそばが一人前食べれるようになるっていう。一杯170円のかけそばを。杉山祐介さん、ありがとうございます。あ、なるほど。次の方、名前読み上げませんけども、多分これは自分だってわかると思うんで言っときます。説明します。名前がなし、サインに何々さんとかなし、だけどサインだけが欲しいですっていう方、やりましょう。ね。お名前は、本名は来てますんで、ちゃんと。わかりますんで、誰だか。ね。書いてきました。サインだけ言っときます。そして、春や。おう、春や。見てるかな、春や。春やも同じチームですよ。そう考えると自分のチームの50人の名前って覚えてたりするんだな、俺。こうやってね、春やありがと
でも、ハルヤさ、文字数が8文字までなんだよ、ゲームのキャラクターの名前が。だから、ハルヤ17なんだけど、これだと、ハルヤ稲、ハルヤ稲だから、17だと、これだと稲葉さんになっちゃうよ。そっち？ 2 文字だったら47にして椎名にすればよくない？みんなは417で椎名にしてるじゃん。ハルヤ17なんだよ。俺、すごい気になってたの。これ絶対稲葉さんだよなと思って。これビーズだよなと思って。絶対そう、ハルヤは。絶対稲葉さんだよ。かけてもいい。これ稲葉さんだ。ビーズの。そして。ああ、なるほど。これは読まない。ごめんね。漢字で書けないから、漢字で書けないので、カタカナで書くことにするけど、誰からか来たかっていうのは言っておきます。マミプリンリンさんから来てて、だけど、違う方にしたいと、プレゼントしたいということなんで、ごめんね。ちょっとじゃあ、そっちの名前で書いとくね。もうマミプリンリンがもう呼び捨てにしろだとか、もうもっと冷たく俺の、私のことを扱ってくれっても言うんですよね。マミプリンリンさんに、これを、じゃあ、書いてきましたんで、息子さんにぜひ、渡してね。そして、そうなんだよね。ごめんね。カタカナかひらがなかどっちかで書かなきゃいけない中で、どっちで書くかな？俺のセンスに任せてもらっていい？ゆきえ。ゆきえ。いや、ひらがなが絶対可愛い。ゆきえ。ゆきえのえっていう字がすごい可愛いと思うから。可愛い。ゆきえ。ね。ありがとう。ゆきえちゃん。ゆきえちゃんありがとう。そして、東さん。えみこさんへ。終わっちゃ、ああ、終わっちゃ、なんだかんだで、ゆっくりしたけど、終わってしまう。そして、飯塚さん、愛花さんということでございました。あれ、愛花？愛花じゃない？これ。愛花だろ？元気してる？もう、娘も結構でかくなったでしょうよ。はいか。ねえ、お母さん。来るんじゃないの？反抗期とか。まだかな？まだ早すぎるかな？2枚ですね、次。ディア・サッチ。ニックネーム、K 省略。ディア・サッチへ。ディア。まあ、ディアが入ってた時点で 3A はないよね。ディアだもんね。ディア・サッチ。まずディア・サッチ。だけど、サッチはもう1枚買ってくれてますよ。最後にこう来て。ちさとちゃんって来てます。ちさとちゃん。K 省略なんだけど、ちさとちゃん3円になっちゃうからね。俺も抜いたよ、本当に。それは。ありがとう。そして、平山里香さん。平山里香さん。ええー、終わるー、ラスト。平山里香さん、ありがとう。ラストいきまーすよ。宛名の公開はしないでもらっていいですか？というふうに来てるんで、最後の方は、これってどっちが正解ですか？あれ？これが正解？ああ、言わないけど。よいしょ。書きました。言わないけど、書きましたよ。これで最後ですか？はい。OK です。1枚ここ残った。よかった。よいしょ。はい。
漢字のみの入力の方がいたから、後で確認してサインをしておく。なるほど、なるほど。まだ全部じゃないんですね、これで。後で番組が終わった後に、ちょっと確認をして書かなきゃいけないと。なるほど。ということでございまして、終わっちゃいますよ。早かったね。意外と100枚近く書いたと思うんですけども。こういう形で今回、イレギュラーにそのバラードというアルバムを、本当に、発売11月10日で、11月10日に情報が解禁になるということで、なかなかぶっちゃけこう、プロモーションが全くできない、売ることができない、売れる理由がない、売り方をしたと。その理由としてはもう、サービスがパスザビートというアルバムを出して、そのバンドライブもあって、気持ちがそっちにみんなに行ってほしいのに、俺がその情報を出したことによって、自分のどっちも名義、サービスも個人名義もどっちも自分の名義なんだけど、これが相殺し合うことをは違うだろうっていうふうになりまして。で、今回ちょっと、バラードは、発売日まで情報解禁しないってことになって、その分サービスに集中してもらって構いませんと言われてサービス頑張って、終わってバラードがリリースされて、その後バラードライブをやりました。で、2 days やったんですけど、アーカイブが多分ニコニコの方が、もう終わったかな？今日が最後かな？アーカイブ。なんのかな？なんていうことですごくいい、このバラードアルバムを引っ提げて、いいライブができたと思います。で、ここに入ってる、収録されてる曲の中で、その唯一、5月27日という曲だけは、ライブで披露しなかったんですけど、それ以外の曲は全部、ライブ2日に分けて披露することもできて、本当にこのバラードライブ、バラードアルバムの、ライブができたなと思ってます。で、フェイストゥフェイスバラードのバラードは、このバラードですからね。ここ、すごい皆さん勘違いされてた方が多いかもしれないんですけど、バラードばかりをやるライブということじゃなくて、これですから。このライブですから、バラードという、ライブは別になりますから。ここ勘違いしないようにしてもらって。で、早ければまた来年、バラードというライブは僕はやりたいと思ってて、ただその時に、いろんな問題が起きてて、次俺バラードライブやりたかったのがカバーライブだったのよ。人の曲をカバーしたかったんだけど、これ配信ライブでやるにはちょっといろいろとめんどくさいことがあって。で、配信しないバラードライブができることがあればカバーをやりたいなと。で、カバーするときは配信しない。カバーじゃないときは配信する。みたいな形になるんじゃないかなと。で、ずっと俺がハスキーボイスの時に歌ってるレイニーブルーとか、やっぱカバーしたいなと思うしね。そういうのもやってみたいなって思うので。で、バラードというこのアルバム、今回で最後じゃなくて、今後また椎名が5枚目のアルバム出したり、6枚目、7枚目で出してってバラードが増えてきたら、そのうちこのバラードという作品をまた大吉サウンドから出すでしょうから。ね、流通をまた大吉さんと組んでやるでしょうから。まあ、それまで大吉があればですけど。あればですけどね。バラード2というのも出したいなと思うし、そしたらまたフェイストゥフェイスバラード2というのもね、やってもいいかなと思うし、今後そんな感じでバラードをまだ愛してほしいなと思います。そして話全然変わっちゃいますけども、年末の、ライブが確定していて、Be Yourself というサブタイトルがついてて、ラビット45マン、45歳ですけども、アラフィフについに入ってくるのかなと思うんですけど、このライブを大手町の、三井ホールでやるんですけども、すごく、いいライブにしたいなと思ってて、というのは、やっぱ10周年を迎えて、この10周年イヤーで迎えられる僕のバースデーというのはここだけなので、一番10周年らしい、ベストなライブをしたいなと思ってて、その中で、昨日も座談会で話してたんですけど、やっぱりサーフィスの曲、ジェットセットボーイズの曲っていうのも、この10年の中では起きたことだ、出来事だから、含めてやりたいなと。例えば、ジェットセットボーイズで言えば、オーベイビーやってほしいとか、サービスだったら、テルミーっていう曲を歌ってほしいとか、一つになっちゃう歌ってほしいとか、そういうところも踏まえて、面白いセットリストを作りたいなと。俺のこの10年の軌跡を終えるような、やりたいと思ってるので。で、会場にまだ来れないという方は、配信もあるので、ぜひそちらも見てほしいなと思います。そして、それに先駆けてですね、これはもう告知がこの後すぐ出ると思うんですけども、実はグッズの販売が早いです。動画でもう一回改めてちゃんと出しますけど、実は販売が12月の18日からグッズが販売になります。ちょっと早いでしょ。で、これについての説明も動画で撮りましたので、そちらの方も見てもらって、お間違いがないようにしてほしいなと思います。12月の18日に売ってるけど、
届くのは来年ですから、その辺の説明もしてますから、よろしくお願いします。で、いろんなグッズ、ちゃんと結構物とか見せられてるので、いつ解禁になります？その辺の動画は。15ぐらい。うん、早ければ。早ければ。遅かったらマジで18日とか、その当日とかもしれないけど、とりあえず、17には必ず出すって、今聞こえたと思いますけど、うちのマネージャーが17には出しますと言ってましたので、ぜひそちらも見てほしいなと思いますよ、ということでございまして、本当にお世話になりました。こういう形で、またオンラインサイン会とか、フィフスアルバムの時にやることもあるでしょうし、直接みんなと会うこともできるチャンスはあると思うの。俺のフィフスアルバムの時は、下半期のつもりでいるから、発売が。そしたら、みんなの街に行って、サイン会もするかもしれないけど、一度はオンラインサイン会もしましょう。ね、サイン会にどうしても参加できない人もいらっしゃると思うので、オンラインサイン会とみんなの街に行くサイン会ができるように、コロナが収まってくれることを願ってます。ということで、またお会いしましょう。お相手は椎名でございました。最後までありがとうございました。嬉しいです。こんなにたくさん見てるとはね、100人近く見てましたね。すいません、ありがとうございます。どうもどうも。あ、バチッと落ちるんです、これ。あ、落ちるみたいです。はい。バチンと落ちるからね。いくよ。バチン来るよ。バチン！いや、多分落ちてると思う。